皆さんおはようございます。今日もね、一日頑張っていきましょう。カズマルクスです。初見さんね、いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。ということで、本日もマリオカート8デラックスの、150cc レート対戦の方ですね、潜っていきたいと思いますので、よかったらね、最後まで見ていってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、いや悪い自立たっけえな。本日は、てか1レース目は 150cc のドルフィン岬、そして、あぶねえあぶねえ、危ねえ、いやちょっとどこ行く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 あそこ切り返ししちゃダメだな。一回ね、左ドルとか切り返ししまうとあそこ落ちてしまうんで、やらない方がよろしいですね。よろしいですねって分かんない、良さそうですねといった感じで、本日のカスタムはワリオのパタテンテンローラータイヤのカスタムで、レート体制の方ね、楽しみながらね、1位目指していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、どうしようかな。51ピノさん投入してくれてます、ありがとうございます。さあ、しっかり相手に取っていきたいんですけど、なんかね、さっきねニュース見たんですけど、台風20号と21号が同時に来てると、同時ではないけど2つね、2種類の台風がね接近してるとのことでして、これはまずいなと思ってねこれはまずいねみたいな感じなんですけども、台風19号来た2週間後ぐらいにまた来るってね、もう悲劇だよな、ほんま。そしてなんか1位出ちゃったわ、1位出ちゃったわ。これキノコすごい迷うんですけど、トゲとか来てないからな、どうしようかな、すごい迷うんだけど、これは持っておくべきやな。後ろから赤コーラね、キヨウが、裏のね緑コーラが仕事してくれそうなんで、いやー最近ねこのねワリオパタテンテンがマジで使えず、1周目ここね切り返ししたんで落ちてしまったんですけど、トゲ来た。これアイテム前で回避したいんですけど、オッケー、いやオッケーオッケー、ナイス。絶対ここ1位取るんだけど、まずコインだな、まずコイン。ここジャンプアクションいかに入れるか、オッケー、8枚か。で、後ろの方がね3万レートだったんですけど、ここ下手に交換しないでインついていった方がいい。で、ここで何かしら出る、あーコインか、んー、あーまた赤コラか、もうやめて。いやー、それずるいわいつものパターンでしょうがないんですけど、はい、まあとりあえず2位だからよかったでしょう。1レース目からね、トゲ回避もね、しっかりね決められたんでよかったんじゃないかなと思います。そんな感じで、18,868 ということで、残り132でね、レート19,000乗るということで、皆さんね見届けていってもらえると嬉しいです。さあ今日もねワリオさん頑張っていきましょう。さあ続いてのコースは、150cc のレインボーロード走っていきますけど、名前ね逆でしたね、スクールマズカになってた、カズマルクススクールマズカになってましたね。ということでスクール水着みたいな感じなんですけど、あ、こちらのねレインボーロードはお任せから選ばれました。一応3択にもね、このコース出ていたんですけど、お任せからの このね新日ということで、何か意味があるんでしょうかってね感じなんですけど、ここはウルトラ走法行くんだ、林さんすげえなさすがうまいですね。そしてこれシングル割っていこうか、シングルしっかり割っていきたいと思います。そしてなんか前出れたけど僕ではなかった、よし、とりあえずスリストに負けず、一応ね重量的にはこっちのが上なんですけど、ここね一応スーパーしっかり解放してダートでカンで向き、マジか、横から取られたか、まあ悪くはない、しっかり多分ケツつけると思うんで、しっかり警戒しながら、ドンキーとワリオだと若干ねワリオの方が重たいんで、でバックスタンプ絶対注意して、落ちた落ちたっぽい逆反切って落ちたのかな、このボム絶対置きたいな、絶対 100% 絶対 100% 食らうんで絶対置きます。でしっかりここで、いやーウルトラ走行してもよかったかな、どうだろう、もうワンランク下のね重量級だったらよかったかもしれないんですけど、このまま1位独走していきたいと思います。さあでグライダーがねここあるので若干怖いんですけど、スーパー回をしてしっかりノーアイテムショートカットも決めていきたいと思います。またダート突っ込んだ、ダート突っ込むな、でもスーパーミニターボでなんとかそこはリカバリーできてるんですけど、サンダー振ったか、そして後ろアイテム取ってしまうのでなかなか不利な状況ですね。まあコイン枚数的にはでもなんかまあ 20m ぐらいすごい適当な距離なんですけど、あ、バナナナイス。そしてイカスミ、このイカスミ厄介なんですけど、このイカスミ生かしてウルトラスーパーウルトラミータを貯めていこうかなと思います。ここすげえ溜まるんで、いやーこれちょっと外側すぎたな、まあ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 悪くはない、気持ちいいね
タイムアタック走法をしっかり決めていく。そしてワンチャンサンダー大丈夫かな。よし。そして手前に緑コーラ出たんですけどね、いやー今日もワリオさんでね、楽しくねレッド対戦の方やらせていただいてるんですけど、このうわー縁当たった、危ない危ない、いやこれ効果しもかった。あ、赤コーラめっちゃ通過してる、ナイス、よかった。トゲ間に合うよねこれ。なんかトゲ、トゲトゲおかしくね。今マップ見ました、編集で一応ねもう一回出しておきますけど通過してる、ナイス、よかった。トゲ間に合うよねこれ。なんかトゲ、トゲトゲおかしくね。なんかトゲがさ右往左往してなかった。 J クロック、かっこいいですね名前。香港の方、合流ありがとうございます。続いてのコースは 150cc、ヨッシーサーキット走るんですけど、ちょっと皆さん聞いてくださいよ。さっきすごいレース取れたんですよ。いやと正確には音声しか取れてないんですね。というのも録画ファイルの方がですね、録画ソフトの方がですね勝手に録画停止してて、その原因がまあシンプルで容量不足だったとのこと。ハードディスクにね保存先をね移しているんですけど、でねそちら今ね整理したところなんですよ。不要なソフト、不要なファイルか、不要なねファイル全部消して、なんとか容量をね開けて、動画の方ね撮影しているんですけど、最悪でしたよ。 200cc のねマリオサーキットだったんですよ。その時めちゃくちゃね無双してた。無双はもちろんなんですけど展開も良くてね、そこで1位をねしっかりねもぎ取ったと、もぎもぎって感じでね取ったんですけど、トゲ早いな。いやー最悪でしたね。しっかりねゴリゴリラさんね1レース目からね、ずっとねご一緒させていますけど、ここさどうしようかな。多分骨骨ザウルスさんそのねあとこれ多分投げられないと思うんで、ちょっとこれスーパー開放していきたいと思います。たまたやかで、このキノさんはなんとか持っていきたいんですけど、いや防御アイテムがねないので、そこはちょっと不安要素なんですけど、しっかりここにリスク決めていきたいと思います。さマリルさんに赤コーラバックスナされそうで怖いな。ここしっかりね気をつけていきたいと思います。コイン9枚だからな、1枚の差がちょっと大きいかもしれないんですけど、あえてここはね真ん中3枚取って3枚入っていきたいと思います。さバックスナップ気をつけて、いやこれさどんどん取るか。キノコここでショートカットで1個使ってでだな、でだなだ、でだな、しっかりここでスーパー貯めたかったんですけど、一応ここさ1個使ってトゲ回避したいな。これトゲ回避決めていきたい。裏コインかしゃあないな。しっかりここにリスク決めて、ここね前にトゲ回避見せたんですけど、いけ、オッケー、ナイス。いや以前ねここねトゲ回避ミスって、いやもうマジで頼む。いやバナナ食らないか。ファイヤー気をつけて、ファイヤー当たらないよ気をつけて、絶対ウィニングするんで、絶対ウィニングするんで気をつけていきたいと思います。いやーいや以前ねヨシサキと当たって最後ねトゲ回避決めれば1位というね場面があったんですけど、その時ねトゲ回避盛大にミスって、ゲームね強制リセットしたんですけどいや最悪だあの赤コーラ。いや今の自業自得だね。あそこはねバナナ防げたんですけど、なんかねボタンが反応しなかったというか、いや言い訳ですねただのそんな感じで、次のレースね最終レースにしたいと思います。録画は大丈夫ですね。オッケー。最終レースはようやく来ましたね、 150cc のハイラルサーキットでこのレースは終わりたいと思います。今肝心のレート見てなかったんですけどね、多分1万9000前じゃね目前だった気がするんですけど、はい、オッケー。はい、佐藤ここ多分ルピー余るかな。ここしっかりここのね真ん中集めて1枚だけ回収して、ここでしっかりねスーパー貯めていきたいと思います。マリルさんこれ仕返しするわ仕返ししたるわ。いや結局ボスな、46に抜かれてしまったんですけど、報復やみたいな感じで、さあここでしっかりね、いやルピー集めていきたいんですけど、しっかりねスナイプ気をつけて、ここダブル割れたのナイス。そして赤ゴラすぐケツつけて、反射当たんないか、楽でしたね。なんかまた 200cc を走行してしまった。でもここでミニターボ貯めてジャンプアクションしていきたいと思います。ボム編持ってる、オッケー。危なかった、しっかりニスクで抜かせていただきます。危なかった今のボム兵、多分ニスクのところで置かれててもおかしくなかったですよ今のね。そんな感じで走っていきたいと思うんですけど、このアイテムね意外と強いので持っておくべきやな。はい、そんな感じでしっかりここで2枚回収して、でウルトラ貯めて、ここね走法変わってジャンプアクションしない走法になりました。ミニターボ解放でいきたいと思います。でここね1回オッケー、反射、反射じゃない、角度つけてスナイプすると大体当たるんで、皆さんね覚えておいてください。また右からいっちゃったよ 200cc やりすぎた男の末路なんですけど、またトゲ来た、またトゲ来たな。ここはもう1回トゲ回避決めていきたいですね。オッケー、ナイス、トゲ回避しっかり決めて、赤コーラ来るか。あ、トゲ回避、トゲの
待って待って、焦げの爆風で赤ゴール消えたっぽい。いやここのサンダーちょっと痛いな。どうしようかな。このアイテムめちゃくちゃ重要だね。ここのアイテムでいかに防御引いてくれるかなんですけど、ルピーか。そして後ろからコラ引かないでほしいね。頼む、イカスミ消えてほしいな。ウルトラ解放して、いやでも引いてないっぽいね。あとは問題なく走れるかですね。はい、トゲ2発目来そうで怖いんですけど、一応ここで10枚にして、バナナのルピーか。で次こそ絶対左から行く、絶対左で。3周目のノーアイテムショートカットに関してはですね、ちょっとねパックンがいるんで左に若干飛ぶ感じ。キノコ食いたかった、キノコ食いたかったけど、オッケー1位かな。で多分キノコ大、これ大丈夫。よーし、オッケー1位、ありがとうございました。キノコで上がられても容赦なく、やったぜと。容赦なくってちょっといらなかったんですけども、そんな感じで、レート1万9000乗るかな。今回のパートはとりあえずここでね、一旦区切りをつけようかなと思うんですけど、なかなか終わらない。後ろのキノピオさんと骨クッパさんゴールして、お、これはどうだろう。いやー、あと1だな。ということで、ちょうどね、終わりにしようかなと思います。残り1なんですけどね、次回に持ち越しにしたいと思います。ということでね、もしこの動画がね、面白いと、また見たいと思ってくれましたら、今年中じゃなくてもいいんですけどね、1万人ね、目指して頑張っておりますのでね、ぜひね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。そしてね、コメント何でもね、いいので、じゃんじゃんね、書き込んでいってもらえると嬉しいです。何かね、ツッコミどころとかあればね、教えてください。それでは、カズマルクスでした。ありがとうございました。バイバイ。